い、どうもジンさんです。今回はブリーチ千年決戦編アニメ第23話マーチングアウトザゾンビーズ2について語っていきたいと思います。いやー、今回も見どころたっぷりでしたね。ゾンビ室外に白君の戦闘補完、マイル VS ジジの結末だったり、最後にとんでもないサプライズ告知があったりなど、またあっという間の30分でございました。今回も原作と比較しながら細かく見ていこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それじゃあ早速やっていきましょう。ブリーチ千年決戦編アニメ第23話マーチングアウトザゾンビーズ2。今回は原作66巻592話から597話の冒頭までが大体まとめられておりました。冒頭は前回の続きからで、ゾンビ室外の登場から一角と弓近がボコられ、マユリとの対峙までが描かれておりました。ほとんど原作と違いはありません。解禁された公式 Q&A にて、ゾンビ室外がクインシーの衣装を着ている理由について、ジジの趣味で着せ替えられたと明かされております。ジジは女の子ですから、かっこいい室外くんを着せ替えたい気持ちはわからんでもありません。また生前にゾンビ化された室外は、死後にゾンビ化されたゾンビエタとは異なり、能力はそのままとなっております。さすがに天才室外の戦闘力はとてつもなく、手負いとはいえ一角と弓近を瞬殺し、パワーアップしているはずのクールホーンを一撃で瀕死に追い込んでおります。そしてさすがに自身が出向かわねばということで、マユリが室外の元へ駆けつけました。ちなみに皆さん、遠山奈緒さんのインタビューをご覧になられたでしょうか。ジジを演じる声優の方なのですが、その中でジジを演じる上で注意していることはありますかという質問がありました。回答としては、会話のキャッチボールを封じたお芝居には苦戦しましたとあります。詳細は当該ページをご覧になっていただきたいのですが、端的に言うと、ジジのキャラクター性として、会話しようとしないでくださいというディレクションをいただいたそうです。表面的には相手の発言を受けて返事をしているように見えますが、実際は相手の言葉に全く興味がなくて、自分本位でしか物事を考えていない、そんなキャラがジジという女の子なんだそうです。実際数々のシーンを見てみると、ああ確かにそうだなと思わされるところが多いですし、このインタビューを聞いた後でジジを見ると、また面白い見方ができるなと思ったので共有しました。というわけでオープニングを挟みまして、オープニング後はマユリ VS ゾンビ室外となりますと言いたいところですが、勝敗はすでに決しているんですよね。黒土無垢部隊の体液に仕込まれた過去を見通す薬をゾンビ室外はすでに浴びております。この場合は先ほど切り伏せたクールホーンですね。この後描かれる戦いではセンサーだの粘着爆弾だので室外と渡り合っているように見えるマユリですが、実際真正面から室外に勝つことは困難だったでしょう。薬を盛られたゾンビ室外はマユリを殺すというポイントを通過するたびに過去へ戻り、しかも何回戻ったか記憶できないということで、10回超えた時に発症する重篤な副作用により、脳の平衡感覚を司る部位が30秒ほど完全に麻痺し倒れました。まあ某忍者漫画のイザナミですね。ちなみに僕はジライアが一番好きなキャラクターです。42巻の表紙は見ただけで泣けてくるんだよな。話を戻しますが、 VS ゾンビ室外決着のタイミングで、新たなゾンビーズ、剣聖、ローズ、ランギクが乱入してきましたね。ここで一つ個人的な解釈なんですが、あれ剣聖とローズはグレミーに殺されてなかったっけって思った方多いと思います。しかし実際はこの後マユリによってゾンビ化が解除され、後の最終話や極意命名編などでは普通に体調職をこなしている様子でした。この点についてですが、おそらくグレミーが死亡したため、能力によって想像が現実になった事象が消滅したから、想像で殺されていた2人が生き返ったのではないかと思っています。実際グレミー消滅後、隕石や瓦礫、血液などグレミーが想像で生み出したものの全てが消滅しました。グレミーは戦闘中に、隕石はすでに現実だから僕が死んでも消えないみたいなことを言っていましたが、それはグレミーがそういう風に想像しているからそうなるのであって、実際に血液とかもろもろ消滅しているため、想像で現実になったものは消滅するのかなと思います。ただ想像で現実にしたもので与えたダメージは別の話だと思います。グレミーとの戦闘で荒れ果てた戦地やザラキのダメージはなかったことになりませんでしたから、グレミー消滅で消えるのはあくまでグレミーの想像で現実となったものだけ、想像で現実にしたもので与えたダメージ、被害というのは対象外だと思います。少し話がそれましたが、こうした描写があったため、想像で殺されていた剣聖とローズは命を取り戻し、生前にゾンビ化されたのではないかというところであります。またこれは根拠にしていいか分かりませんが、公式 X でつぶやかれる追悼イラストでは、剣聖とローズは乱劇や室外と同様
ように鏡合わせのイラストでした。この4人が一緒のデザインで描かれているということは、やはり4人とも生前にゾンビ化されているということなのではと思っておりますが、いかがでしょうか。というわけでアイキャッチを挟みまして、続いては白夜 vs 七七キャンディロバートとなります。原作ではなかったこの4人の戦闘がなんとアニメ新規エピで保管されました。正直ないかなと思っていたこの保管は嬉しすぎましたね。霊王宮で修行した歴代最強投手の朽木白夜はさすがの戦闘力でした。ほぼ視界で3人の聖少騎士を相手取り、七七のモーフィンパターンを食らうものの、霊圧に穴がないというまさかの判定、七七はあっさりやられてしまいました。その後フォルシュテンリヒキャンディですが、彼女の電力不足というアクシデントはあったものの、こちらも視界で仕留めております。最後にフォルシュテンリヒロバートはこの時からすでにアウスベーレンをかなり意識しており、戦果を上げて生還するために必死に戦っている様が印象的でした。スクラベライによって霊視を集め、グリマニエルを強化することで顔と足にもですね装甲がつきました。その後凄まじい風圧を起こすほどの速度でビャキアに向かっているため、やはり彼の能力は高速移動に関するものなのでしょうか。一方でビャキアはロバートを迎え撃つべく挽回を解放し、奥を超える刃の塊でロバートを弾丸ごと飲み込んで勝利しました。ロバートには挽回しましたが、3人の聖少騎士をまとめて無傷で葬ったビャキアの実力、こうしてアニメで目の当たりにできて本当に嬉しいです。こういう保管もっとください。というわけで続いてはビャキア vs ペペとなります。アニメで大丈夫なんかといろいろと懸念されていた愛の男はほぼ原作と変わらずに描かれていきました。一連の流れもほぼ原作と変わりません。ペペのシュリフトエル・ザ・ラブは対象を高次元で支配洗脳する能力です。どっかの最速エスパーダさんとは異なり、操られている自覚すらないため、食らったら終わりの一撃必殺級の力となります。この力でペペはこんなことを言ってますが、本心は真逆のため、死神もクインシーも同士打ちをさせることで手柄を独占しようとしているのでしょう。さすがのビャック君も白田で下着をかわすのはしんどいようで、その隙を突かれてザ・ラブを打ち込まれてしまいます。しかしビャキアには効きませんでした。これも解禁された公式 Q&A で明かされておりまして、ビャキアがまとうマントが高い防御力を誇る王剣製だったため、ペペのザ・ラブはビャキアに届かなかったということだったそうです。王剣製の衣装便利すぎやしないかと思ってしまうほど防御力が優れている、これは王剣というものの凄さ、そしてそれをこしらえることができる千住丸の凄さが伺えるようです。というわけでペペはフォルシュテンリヒグドエロを解放するわけですが、駆けつけた剣聖ら黒土ムクロ部隊によって制圧されます。マイルはジジのゾンビを自身のゾンビに変換し、それらを率いて応戦してくれました。ジジの能力に対応したマイルはそのままジジに攻撃し、この戦いは決着。一方で吹き飛ばされたペペは過去にジジのザゾンビによるゾンビを上書きできた過去からマイルのゾンビを奪おうと攻撃をしますが、マイルのゾンビに愛は通じないため上書きすることはできず、剣聖によってボコボコにされてしまいました。原作では剣聖素手なんですが、アニメでは挽回して殴ってますね。吹き飛ばされたペペは生きていましたから、ペペの耐久力が高いのか、それとも剣聖の挽回が弱いの、その後ペペはリルによって食べられてしまい死亡しています。この時のリル結構切れてるんだなという印象でした。まあそれはそうですよね。以前グレミーの動画の時にも話しましたが、リルは結構仲間思いなので潰し合いはかなり辛かったでしょうし、イラつきもしたでしょうね。ここからもリルの人柄が伺えたんで、アニメってやっぱりいいなと思いました。というわけでエンディングとなりまして、 C パートでは原作65巻588話の冒頭、飛ばされていたシーンということで霊王宮へ到着したユーカバッハご一行が描かれました。大型の予想通り、ここからゼロ番隊の戦いがまとめて描かれていくということで、原作だと天次郎、ニャンズル、大悦、親衛隊、そして和尚 vs ユーカバッハ、ここから第2クールクライマックスだぞという感じでワクワクしております。そんな興奮をさらに高めてくれるかのように、次回国関東化は原作66巻大悦の関東化、断ち切るものは命だけかい。大悦ゼロ番隊の戦い方を原作よりもっともっと見せてくれ、頼んだぞ。以上アニメ23話についてでした。動画の内容いかがだったでしょうか。アニメについてはここまでですが、最後にとんでもないサプライズ告知がありましたね。なんとバーンザウィッチ前日さんのアニメ化が決定しました。これはすごい。今回アニメ化するのはジャンプ本誌に掲載された前日さんということで、ノエルちゃんの語りから始まるあの話になります。完全新規エピソードではありませんので、ご存知だとは思いますが一応共有しておきます。まあこんな嬉しいニュースはありませんよね。バーンザウィッチいつ第2シーズンが来るんだと待ち望んでいる方も多い中で、これは乾いていた2人栄養素が満たされそうです。また第2シーズンに関しても少しだけ期待していいのでしょうか。いや久保先生はアニメで多忙でしょうから、きっとそれは可能性低いでしょう。いずれにせよ我々にできることは祈り視聴する、これだけですから、今回もありがたく最高のアニメを楽しませていただきましょう。というわけで今回のアニメに関してやバーンザウィッチアニメ化に関して皆さんの感想意見考察はコメントから教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お待ちしております。